disappears when you finally do. Feel 湘南。フィール湘南。この時間は神奈川シープロジェクトフィール湘南がお届けします。今日もレポーターの下田奈々さんと一緒にお届けしてまいります。奈々さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今回はどんな体験をされてきたんでしょうか。はい、今回はナチュラルバインリースワークスで鈴木さんにリース作りを教えていただきました。あ、リース、はい、生のお花を使ったりとかそういうことですか。いや、リースっていうとまずクリスマスのイメージが強いと思うんですけど、こちらでは年中通してこのいろいろドライのもの、うん、例えば貝殻だったり木の実だったりドライフルーツを使って、その時期その時期に合わせたいろいろなリースを作ってくれるっていう、はい、あ、作れるんですね、はい。じゃあ室内で楽しめる寒いこの季節には嬉しい体験でしたね。そうですね、鈴木さんのご自宅で教室を開かれているんですけど、アットホームな温かい雰囲気の中で作ってきました。はい、では早速聞いてみたいと思います。ナチュラルバインリースワークスの鈴木さんにお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今鈴木さんの素敵な木目調のご自宅にお邪魔しているんですけれども、こちらではリースっていうとクリスマスのイメージが強かったりするんですけれども、はい、なんかそうじゃなくて一年中使えるリースが作れるっていう風に聞いたんですけれども、はい、貝殻ですとか、はい、アジサイ、あと、木の実なんかを使って、はい、一年中飾ってもらえるようなリースを作っていただけたらと思っています。なんか今こう見える限りでも松ぼっくりが使われて、はい、その木の実のものとか、はい、ドライフルーツですか、あれは。はい、オレンジですね。はい、オレンジ、アジサイと、あれアジサイなんですね、はい、こうグリーンとオレンジでなんかこう爽やかな感じのものとか、はい、あとこれって唐辛子、唐辛子ですね、ですよね、はい、初めて見たんですけど、こんなリースとかも、はい、これもあったりするんですね。知り合いの農園さんに唐辛子をたくさん分けてもらったので、はい、で丸くしたら可愛いかなと思って作ってみたものなんですけど、すごいおしゃれなんですけど、こういうのって材料はどこから仕入れているんですか。基本的には、好きな、拾ってくるのがすごく好きで、はい、拾ってきたり取ってきたりするものですねが好きなんですけど、ちょっとそれだけじゃ足りないので、うん、お店で少し買ったりもするんですけれども、うん、基本的には拾ったものを使いたいと思っています。あ、じゃあああいう木の実とかも公園とかに行かれたりするんですか。そうですね、この辺に海の近くなので松がいっぱいあるんですね、はい、で松ぼっくりが拾えるのと、あと山が後ろにありますので、はい、山では杉の実でしたり、あと街路樹のもみじ芽吹とか、うん、はい、外に置いてあるやつですよね、はい、いろいろ拾うことができるものが意外とあるので、うん、それを拾ってきたりしています。ちなみに今日はどんなリースを教えていただけるんですか。はい、今日は、石垣島のサンゴを少し使って、はい、あと前の海で拾った流木ですね、ちっちゃくて可愛いものを集めてみたんですけれども、はい、流木、あとクルミも山から流れたものが海岸で拾うことができるんですね。そうなんですね。でそれを使って、サンゴと流木と木の実のリースを作っていただきたいと思うんですけれども、はい、じゃあ楽しみにしています、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さてリースって何でもこう使うことができてしまうんですね。そうなんですよね、なんかこう今までイメージにあった、うん、クリスマスに飾るリースっていうものだけがリースっていうのからすごい考えが変わりましたね。印象に特に残っているものは、まあ、その鈴木さんのお宅にいくつもリースが飾られていたんですけど、はい、面白いなって思ったのが唐辛子でこう一周輪っかになったリースがあって、それは独特な雰囲気だなって思ったのと、うん、あとはアジサイとドライフルーツのオレンジで作ったものがあったんですけど、はい、その緑色のアジサイと
オレンジがすごいなんかこうおしゃれな、へえ、リースっていうのがこんなリースもありなんだっていう、うんうん、なんか新鮮でしたね。先生もね、うん、おっしゃってましたけど自然のものを基本的には使ってらっしゃるんですよね。はい、あ、今回はちょっと時間がなかったので、うんうん、先生がこうもともと材料を用意してくださってたんですけど、時間がある場合はあの生徒さんとみんなで海岸だったり、うんうん、公園に貝殻とか木の実を拾いに行って、その自分たちで拾ったものを使いながら作ったりもするそうです。あ、いいですねそれ、うん、あの自分で拾ってきたものがリースになるって、うん、素敵ですね。そうなんですよ、なんかこう思い出も詰まったリースが出来上がりますよね、うん、そうですよね。ズバリこのリース作り難しかったですか？あー、やっぱり最初は空白が多いというか、まあ、何もない場所にサンゴを張っていくので、うんうんうん、最初は難しいですね。あ、そうなんですか。だんだんやっていくうちにこのサンゴとサンゴがぴったり、あ、ここのスペースにはまるんだなっていう、こうパズルみたいな感覚になっていくんですけど、うんうんうん、そこまでいくとだんだん、あ、できるできるってこう調子が出てきますね。あ、なるほど。じゃあその作っている様子伺ってみたいと思います。フィル・ショーナン、このサンゴの選び方は、はい、もう何も考えなくていいんですか？あ、うん、そうですね、考えなくてもいいです。持ったやつに糊をつけ て, つつけて合うところに貼っていくみたいな感じで、はい、じゃあちょっとやってみます。そう、この丸の外側の1センチぐらいのところにアウトラインができるようなイメージを、うん、あ、じゃあちょっと飛び出しすぎてもダメってことですね。そうですね、1センチ、2センチぐらい、うん、で、その先っちょが綺麗な丸を描いてると出来上がりも綺麗になりますので、はい、え、向きは、向きね、なんかあるんですか？斜めにした方がいいとか。はい、あの渦巻きにする場合はこう斜め斜めにしていく、難しい場合は貼っていっちゃっても構いませんけど、ね、はい、ちょっとグルーガンをこの辺につけて、はい、たっぷりと、はい、でくるくるくる糸をよく切ってもらって、はい、ゆっくりつけてください。あれ、ついてるかなちょっと指でしばらく押さえてみてもらうと固まりますので、はい、ちょっと1センチより飛び出してますねこれ。いいです、大丈夫です。大丈夫ですか楽しく、はい、はい、これついてるのかな、ちょっと離してみる。あ、大丈夫ですね、はい、よし、1個目つけられました、はい、今ちょっとようやく一周回ってきたところで、まだ空白もあるんですけれども、はい、どうですか先生？はい、あのすごくいいと思います。いいですか？あの出来上がり線が、うん、こう綺麗に丸く見えてきてますので、このままあと隙間を埋めていけば OK だと思います。これなんかあれなんですね、サンゴを、はい、このリースの形に合わせて斜めに入れていく感じなんですか？そうです、今渦巻くように作っていってます、うん、いけてますので、うん、あのそのままこう、うん、斜めに渦巻きを綺麗に出しながら埋めていくといいと思います、はい、ところどころに貝殻とか流木とか入れてます今。はい、頑張って可愛いの探して、はい、はい、見つけてつけてみてください。はい。そろそろ仕上げですかね、はい、これは。はい、だいぶじゃできてきましたので、はい、あと少し穴が開いているようなところを、うん、小さいサンゴで埋めていって、サンゴとか貝殻、はい、で埋めていって完成でいいんじゃないでしょうか。もうこのなんか上の方に飾り付けでこの星の形の人で、あ、これ人でか、そう、人でを乗せたりとか、ね、これ角貝とか、はい、これ何ですかね、それサンゴのやっぱりかけらなんですけども、サンゴのちょっとなんか変わった形の模様のものとか、はい、枝サンゴじゃない方のサンゴ、うんうん、こうなんかあれですね、アクセントになるものを、星が大丈夫です、今ちょっと折れた、大丈夫ですまあ気を取り直して残り仕上げに取り掛かろうと思います、はい、よし完成お疲れ様でした。あー終わった、すごい上手にできたと思います。いや真っ暗になりましたね外が、うん、2時間ぐらいかかりました、ね、2時間はい、はい、かかりました、2時間以上2時間半ぐらいかかりました、はい、でも
早い方だと思います。早い方ですか、はい、どうですか先生、はい、出来栄えはぎゅうぎゅうに詰まって、うん、あとカラフルな感じに出来上がって、うん、すごい可愛くていいと思います。そうなんです、最初は、はい、なかなか埋まらなくて、うん、どうしようみたいな、そうなんです、スペースが空いててこれは終わるのかなって不安だったんですけど、はい、時間をかけてちょっとずつ埋めていって、最後にこのピンクの貝殻とか黄色の貝殻とかトッピングしていったらもうどんどん楽しくなっていって、はい、こんなに可愛いリースができました。よかったです。はい、はい、すごい可愛い。でなんかいろんなの拾い物とか自分で拾った貝とか、はい、木の実なんかを使って作ってもらえたら嬉しいです。はい、はい、ぜひまた作りたいですし、とにかく今はこれを早く家に飾るのが楽しみでしょうがないです。はい、よかったです。お疲れ様でした、はい、ありがとうございました。さて今日はこのリース、作ったリースを持ってきてくださいましたが、はい、見てください、もうね、とても可愛くて素敵ですね。頑張りました。頑張りました。最初やってるうちはなんかこう実はスタッフも何人か一緒に作っていたんですけど、誰よりも私が遅れを取っていてこうみんなにいや終わるのか、これは一番微妙なんじゃないかみたいに言われてたんですけど、でも最後の最後に挽回して、うん、こんなに素敵なリースができて先生にもすごい褒められました。なんかちょっとカラフルに見えて流木も入っていたりして可愛いですね、はい、本当にサンゴの中に、うん、色がついてるピンクとか黄色い貝殻を乗せたりとか人で乗せたり、うんうんうん、こうアクセントをつけることで、うん、またなんかこう自分らしさも出せるんじゃないかなって。そうですね、これを一年中飾っておくこともできるし、はい、あとはさっきおっしゃってたその自然のものをいろいろ使って季節ごとに変えてね飾ることもできるし、うん、とても素敵ですよね、うん、素敵ですよね。私も、うん、もう早速今家に飾ってるんですけど、うん、なんかこう自分で作れてそれがまたお土産になるっていうのも嬉しいですね。そうですね、だいたいこれ時間なんですが平均して皆さんどれぐらいかかるんですか。私は今回だいたい2時間半ぐらいで完成したんですけど、でもそれで早い方っておっしゃってたんで、3時間とか、まあ、2、3時間が平均なのかなって。あ、そうなんですか、うん、これはもう申し込めば誰でも参加することができるんですか。はい、そうですね、その都度こう募集されてる、このリースのテーマに合わせて募集されてるので、はい、それに応募してっていう形ですね。あ、なるほど。お値段とかはだいたいどれぐらいなんでしょう。どのリースもだいたい 2,3,000円ぐらいでできると思います。なるほど、じゃあその辺はホームページか何か見れば分かりそうですね。はい、なんかとっても素敵なお教室で、はい、とっても楽しんでいた感じが伝わりました。すごいなんかもう嬉しいですねこれ。今見てもやっぱり可愛いなって。お疲れ様でした。ありがとうございます。今日はナチュラルバインリースワークスでリース作りを体験してきてくれました。ナナさんありがとうございました。ありがとうございました。今日もレポーターの下田奈々さんとお届けしました。 Facebook にフィール湘南のページもありますので、ぜひご覧になっていただいていいねのクリックをお願いします。フィール湘南、この時間は神奈川 C プロジェクトフィール湘南がお届けしました。